乗り越えるって大変。未だに腹が立ったり泣けたり、ほんと嫌だ。でも私もね、浮気一回されたことあるんだよ。付き合った彼氏に、なんかまあ確実ではないんだけど、もう絶対あれは確実なのよ。でもなんかこう、その彼氏はね、嘘をつくとここがすごく上がる人だったから、浮気してるよねって言ったらもう上がってうわもうしてるわ、えげつないぐらいしてるわと思って、でも私も好きだったから別れなかったの、その時に。でもその時これがもしあったら、ガンガンつぶやいてたの、これでガンガン投稿して、マジであいつ本当にどうしたろうかこれみたいな、いけるよね、そこまでいけるから、すごくこうガールズトークに救われてる人が多い気がする。じゃあこれは、いつも好きな人に、好きになった人に迫られると、はい、断りきれず関係を持ってしまいます。やっぱり付き合う前にやったらそれ以上にはなれないのかな。でもちゃんと琴音さんまた返してるよ。私は自分から飲み会計画したりして、とにかく関わりを持とうって思って行動したよ。優しい、優しい、こういうあったかいコメントも来るんです ね。鉄板の持ちギャグが欲しい、欲しい今日この頃。うわー、これでみんな考えてくれるんだ、私の持ちギャグ嬉しい。わ、投稿された、コメント来ました。一件来ましたよ。嬉しい嬉しい嬉しい、これテンション上がるね、ちょっとドキドキする。こんにちは、私の彼氏がよくやっているギャグを教えます。サンクルになるかな、いくぞ、1、2、3、4、どうですかね、まあほら、みんなの笑いのセンスとかもあるから、そこまではほら設定できないし、こうコメントやっぱくれるだけで、これ使うか使わないかは後にして、やっぱこうもらえるだけで嬉しいよね、コメントすごく。やっぱりガールズトークはすごくなんか自分のなんかイメージを崩さないというか、自分だってバレないで、自分の本当になんか心の奥底にある悩みとか、私も早速こうね、友達に言えないような仕事の悩みだったり恋愛の悩みも相談できるから、私も早速使ってみようと思う。みんなガールズトークで検索してね。女子は難しいからね。